こんにちは。社長のためのオンライン動画ワークショップを開催しております、コラボゼガーです。はい、この動画ではですね、私自身が動画の考え方が変わったっていうところをお伝えしたいと思います。で、動画を一本の動画を作ろうと思ったら、まあ私たちの考え方、以前の考え方で、やれば、そうですね、1日はかかります。しかし、先ほど紹介しているビジネス YouTube の本を、理解すれば、動画は、10分20分あれば作れるという、こういうふうになるんですね。それなんでっていう話なんですけど、かっこいい動画とか綺麗な動画が好きな社長さんにはなかなか受け入れられないのかもしれません。なぜかっていうと、作りたい動画の定義が全然違うからなんです。で、私の場合は、YouTube を使って認知力を上げたり、問い合わせを増やすっていうところを、目的としています。ここがものすごい価値であり定義なんですね。だから、こだわらないといけないというふうに思っておりました。しかし、やり方、考え方が全く違うと、この定義は覆ります。通用しません。逆にそれをやってしまえばしまうほど、進まなくなるっていうことを分かったんですね。はい、最近私がこう毎日5本ずつ上げてきて、少し、変わったことがこの数日ありました。はっきり言いますけど、全くターゲットではないんですよ。全くターゲットの人ではないんですけど、コメントが来ました。はい、そのコメントは、俺のサイトに見に来いというね、海外の人たちからの、コメントだったんですけど、それでも反応あるんやなっていうところがあったんです。そうです、反応がない動画は意味がないんです。はい、再生回数が少なくてもいいです。いいねの数が少なくてもいいです。反応が市場から出るか出ないか、ここ重要です。終わります。レッツ動画。